最近はあの捨てていいものと捨てちゃいけないものがだんだん分かるようになってきました。どうも本当ポン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 捨ててくる捨てるタイプでしたもんですね。どんどん手放すとか。でも最近はちょっとね、本当に手放しちゃいけないものっていうのがやっとだんだん分かるようになってきたんですよね。今までだったらポン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 捨てちゃいますからね、今まで捨てていいものと捨てちゃいけないものの区別がね、つかなかったんですね。つかん、今はあんまりまだついてないけど、でもこうやっていろいろやることで、ね、最近やっと捨てていいものと捨てちゃいけないものの区別がやっとですね、なんかこうおぼろげに見えてきたというか、まあ、本来そんなの分かるものなんでしょうけどね、ちょっと人間的にちょっと欠けてる部分が多分あるのかもしれない。それがやっと保管されてきた感じなんですよね、ポン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 捨てるから